はい、皆さんどうも、コミファンユキです。今日はですね、エルグランド E52 の前期です。で、実はですね、まあ、これディア、まあ、これ今3列目なんですけれども、3列目をと2列目をですね、フラットにして、どれぐらいの奥行きと物が詰めるのかっていう検証動画をちょっとやっていきたいと思います。まあ、じゃあこの3列目の奥行き、どれぐらいの荷物が入るのか、その寸法を測っていきたいと思います。測ったんですけども、縦に奥行きが105センチまでだったら入ります。105センチの横幅が120センチぐらいでした。なるほど。の物がしたら入るということですね。奥行きが105センチの幅が120センチでした。はい、今ですね、セカンドシートとサードシートをフラットにして測ってみるとですね、だいたいね、2メーター10ぐらいのものは、の長さは入るってことですね。2メーター10センチ。そうですね、2メーター10センチを見た方がいいかな。2メーター20になってしまうと、もう完璧ではまんないっていうか、閉まりませんけど、2メーター10ぐらいですね。だいたいここら辺の寸法で見ると、だいたい幅が120ぐらいがベストかな。125とはなってますけど、125はちょっと厳しいかな。120センチぐらいのものだと幅は入りますね。2列目倒すと、2列目3列目倒すとですね、210センチ、まあ2メーター10センチのものが縦に詰まさって、で幅が124センチですけれども、まあ、実際そこまでの幅差が厳しいかな。120センチ前後ぐらいを見てもらえるとっていう感じかな。あ、そういえば高さ測ってないですね。高さがのものがギリかな。95センチの高さのものしか詰めません。で、スライドドアからだったら多分またリスがあるので、90センチぐらいのものしかもしかしたら詰めないかなっていうところでしょうか。はい、ということで今回はエルグランドのセカンドシート、サードシートの、奥行きがどれぐらいっていうか、どれぐらいの容量が詰めるかっていう動画の検証でした。